どうもピオキングです。今日はですね、世界のコースやっていきますか。いや久しぶりだね、こういう人画面コース。いや最近ねトロールとかばっかりで全然こういうの上げてこなかったんですけど、まあ久しぶりにねちょっとやっていきたいなと思って。でね、なんか期待のコース見てたらさ、めっちゃ面白そうなんがあったんですよ。ワンスクリーンスパイク NP スイッチ、まあ、クリア率はね 1.14%、 まあいい感じだね。いい感じかわかんないんですけどね。さあ P スイッチを8回以上押してからゴールね。まあまあ最初どんな感じかね、ちょっと小手調べみたいな感じで。いやこれ絶対ぶつけ待って、一回走っていくわ。走っていく、はい。あ、いや意外といけるかもこれで。次こっちで、ジャンプジャンプジャンプ、ほっジャンプ、おっちょっと待って待ってくれいやこれね、分かった、簡単だよ。あのね、針がね意外と当たらないんですよ。この針がね結構、ちょっとちょっと待って、んー、なんか持った持った持った、大丈夫、オッケーおっはっもう分かったよ。よう見ればさ、ゴールバーのさ右下になんか針の影があるんですよ。あれが多分針だねいや分かってるっていや針なの分かってる。ここ怖い、ここマジ怖いね。ほっ、よし来た、でよっしゃいやいやいや、まあ難しくはないけど難しいわ。それじゃあ次なんですけどね、なんかねマクドナルドっていうコースがあったんですよ。マリオゴーズツーマクドナルド、ちょっと待って今噛んだ、大丈夫ま、もう一回言っていい？マリオゴーズツーマクドナルド、ま、このコースでマックに行けるみたいな、何言ってるかわかんないんですけどとりあえずなんかマクドナルドをイメージしたっていう感じかな。まあちょっとやっていこうか。いつもねなんかトテムズするんですけどね。あ、これ車をイメージしてんのかな、わあかわいいこれでこの車でこのマクドナルド、このここここここに行くみたいな。待って、これ何がマクドナルドなのうわわからんね。どういうこと。とりあえずここで鍵取って、あの車の中入ろうか。この鍵取って面白い場面に出会えることをね期待してますなんだこの形の車はいやこれ車っていうよりバスみたいな感じかな。ちょっとバスっぽいよね、窓がいっぱいあるバスみたいなめっちゃ引いてるけどね。花大丈夫か、めっちゃ引いてるけど。あ、これ今見えるあの左上、今赤い M ってなってるでしょ、あれね、あのマックの看板だよねきっとうわ楽しい。あ、これドライブスルー、ドラスルドラスル初めて言ったドラスルとか多分ドライブスルーでしょ。でここちょっと大きいマックになったね、さっきのマックよりちょっと大きいぞ。でまたなんか鍵いるみたいな、あ、いや違う、あこれ何をイメージしてるんだろうね。うーわ、わかんねえ。厨房？厨房みたいなイメージかな。あ、待って、あーとか言われた。大丈夫？大丈夫ですか？一回ドア入るね。クリア率はね、なんか、60% ぐらいあったから、多分やられることはないと思うんですよ。めっちゃ笑われてる。大丈夫？ GYM？ ジム？ジムですか？ここジムですか？鍛えるところかな？もしかしたら。鍛えるところっぽい。ほら、なんか上の亀とかこのクリボーとかさ、あれでしょ、あのランニングマシンっていうのかな、あれイメージしてるんじゃないかな。でここもいやみんな分かった、これいや僕分かりましたよ。ここでマリオがめっちゃ走ってあの痩せるみたいな、この針に当たってあの痩せるっていう感じのイメージじゃないかな、多分そうだよねいや面白い、めっちゃ面白いね。ちょっと痩せたことだしね、次行こうか。あ、これで終わりなんだ。うわー、なんかねめっちゃ楽しかった。すごくねよく考えてね作られてるんだなと思いました。まあ途中で結構走っちゃったりして見逃してる部分結構あると思うんですけどね。はい、それじゃあですね、次は花ちゃんの天気予報っていうコースがあったんですよ。花ちゃんの天気予報を参考にして身を守るものを選びましょう。いやどんなんだろうね、いや全然想像がつかないんだけど、まあサムネの感じからしたらさ、なんか雨が降ってる感じがしたんですけど、まあそんなんじゃないよね雨とかないもんね。
あ、わかった、これブラックパックンが次来るからブラパを防げみたいな感じ。いやー面白いこれ考え最高だね。いや今日ね、あの難しいコース、まあいつもしてるんですけどね、まあそんなするつもりはないんですよ。あの今日はですね、なんかいろんなアイデアのちょっとマリオメーカーの見たいなと思いまして、ちょっとしたいなと思います待って、したいなと思いますちょっとわからんね。これはどっちだ。え、このあれでしょ、ドリルネジバカか俺はまあいいや、ドリルネジでいいや、ドリルネジを防げみたいな。多分これ青ドクロでいいよね。あ、違うの、青ドクロの方が早くいけるんじゃないの。あ、ちょっとそういうことか、ドリルネジを防ぐやつを選べっていう感じだったんだね。僕てっきりさ、マリオが乗るものをイメージしてたんですよね。だからあの青ドクロに乗って早く逃げるみたいな、まあ、そんなをイメージしてたんですけど、まあ違ったね。まあこれはもう分かりました、このスネブロが防いでくれる、まあ、防いでくれるんだねスネブロ。ドクロじゃダメなのか。じゃあ次は、今度はパックン、火を吹いてるパックンがあるで、これはもう完全にパウと見せかけてピーでしょ多分。これっていい、嘘、え、違うの、ちょっと待ってね、行ってみる。あっ、わかる、なるほど、倒さなきゃいけないのか。じゃあこのパウ持っていくわ、多分これでいいよね。このパウ投げて、はい、オッケー待ってもう2回もしくった、結構むずいよね。あ、これいける、多分いける、つらら、つららはもうこれしかない、絶対このね、メットしかない、メットかぶるしかないね。オッケーオッケーちょっと待って、いやこれ危なくない、ちょっと待って、怖あ、これでも丸々がいるから別にいいんだ、落ちるっていうことはないんだね。で、うわ今度は鉄球か、うわうわ分かんねえ、うわどっちだと思う、これクマっぽくない、いやこっちだと思うなんで、いやマジ分かんないよね。え、雲だったら、あ、落ちてくんのか。結構これさ、ギミックに詳しい方はね、すぐ当てれるんじゃないかな。こういうのはね、僕結構苦手で、あんま詳しくないんですよね。この鉄球がね、落ちてこないとか、さっきのドリルネジが落ちてこないとかさ。あ、コイン、あ、コインは何もないんだ。じゃあ僕は入ります。まあこれでクリアみたいな感じかな。オッケー多分これでクリアでしょ、うん、ちょっと噛んだけど、うわ可愛い、これね天気予報になってる、もう一回見ていい、雷で真ん中雨で右が晴れみたいな、うりゃやられてしまうが。はい、それじゃあね、最後このコースやっていきたいと思うんですけどね、クリア率が 85% でね、まあ異常に高すぎるトロールコース、トロールバスター3って書いてるんですよ。まあこれもね、人気ランキング上位の方にありまして、まあいつもあのトロールコースでね、めちゃくちゃ引っかかる僕なんですけど、まあ、どんな感じなのかちょっと行ってみましょう。これ踏んで落ちないみたいな、落ちない、あら、あら、ハローって書いてる、あ、爆弾が降りてきた、オッケーオッケーオッケーうわめっちゃビビった。でこれはまあ左に行って上に入るみたいな、あら、あ、ちょっと、え、おっはははは、入れます分かった、これトロールのなんていうのかな、まあ引っかかってもいいよみたいな、引っかかってもやられませんよみたいな、これ普通に上にはいけないか、やっぱり上にはいけ、優しい優しすぎるこのコース、トロールじゃないねこれ、トロ優しすぎるトロールだね、むしろトロールって呼んでもいいのかこれ。ほら絶対やられないもんこれ。まあ考えとしてはね、めっちゃ面白い、まあ非常にですね、あのよくできたコースだとは思うんですけど、まあ動画的にどうかなと、やられてくれよと多分思ってる人もいると思う。リオキング、はよやられるやみたいなねそういうのがね、動画映えしたりする時もあるんで絶対やられない、なんでやられたかわからない、なんか 85% だったんですけど残り、いやちょっと待って、これちょっとビビった、ビビったけどこれで多分いいんでしょ多分ね。
この土管でいいと思います。で、逆にどうかしてやられないかな。ちょっと頑張ってみるね。ちょっと待って、え、どこいる。多分左下にいるのはね、間違いないと思うんですけど。おお、来た。どうかしてやられますね。うわ、待って、やられた。これはなんだ。うわ、なんもね。これは土管に入るしかないね。土管じゃねえ、ドアね。で、優しすぎんだよ。優しすぎんだよ。あ、これでやられる。やってくれ、ユーソ。もうやってくれって、頼むって。もう一回ぐらいやられたーみたいな感じのとこ見たいんだって。ここ、ここ、いや、これ下落ちよ。オッケーじゃねえ。やられるないのか。マジかよ。え、残り 15% はなんでやられたんだろう。多分あれだね、時間切れかな。あ、待って、これ絶対あれでしょ。のこのこ来て、来なくていい。あなたはこういう時、もう前のトロールじゃ、あなた、もうあなたに何回やられたと思ってんの。待って、これどうかしてやられないかな。あ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。